何かちょっとつまんなくないですか。マネリカしてきたわよね。お前も思ってるのかお前。お前も思ってるなんでここ叩くの。なんかさ、新メンバーをさ、何ニューメンバー日本語でいいですね。あの新メンバーを入れたいなと思ったんですけど、どう思います。いや、そこでなんですけど、私あのぜひ新メンバーにしたい方を連れてきてます。展開早っ。実は今プラソニカはやっぱりもうちょっとバズらせないといけないなって、進化する時だよね。そうそうね、来てるので、ね、女の子連れてきました。ということで呼んでいきます。あー、はいはいはい、おー、こんにちは。すずちゃんです。はい、よろしくお願いします。すずちゃんはあのクリーピーナッツさん、そうですね、あのアーティストさんの MV に出演して、そこでバズって、それで、はい、最近もあの CM とミュージックビデオに参加したということで、そうなんです。これは逸材ですね。おありがたい。すいません、先輩、先輩になって。いいです先輩なの。でも都市的に先輩だ。はい、あ、こちらですね。19歳のシンガーソングライターです。ピアノの弾き語りをやってます、すずです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そういえばさ、オタクも、そうなんですよ、実はね、ひょっこりと何やってるでしたっけ、ね、まあまあ、ピーナッツピーナッツだからレイちゃんの人、レイちゃんの人。私がなんか街を歩いて、で、なんか T シャツをこう脱ぎ捨ててハンって、あの人なの。お前も大概だけどやってる。だからあの子演芸の時すげえ演芸下手だったから。そうなんか指に針金入ってんじゃねえか。私どこある。まあ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 、まあ、ちょっとまあでもさ、こうすんなり入るっていうのはあれだからさ、やっぱりすずちゃんが入ることによってこのグループにどういったメリットがあって、まあね、そうそうそう、いやでもさ、やっぱり大事だと思うんだよ。進化したいんだろお前ら、どうなんだよ。言ってみろよ。どの進化したいんだろう。どの年は。まあだから入ることによってどんな進化がもたらされるかっていうのをちょっと自分でさ、こう掲げるっていうか、こう私が言ったらこうなりますっていうの。じゃあ30秒でいこうか。30秒。よーい。スタート。まあやっぱ私鍵盤なんですけど、ピアノ弾ける人あんまいなくないですか。うん、いないですね。ピアノ弾けなかってますか。まあやっぱその鍵盤が加わるっていうことで、なんかやる曲も広がるかなっていうの。ああいいね。確かに。なんだかんだ聞いててさ、なんか一緒にやってさ、全然違うんだよ、なんかあの。ピアノ、ただのピアノじゃないじゃん、フレーズとか弾くのが、すずちゃんって。ね、あー、そう、すずちゃんそこがさってあるよね。わ、嬉しい、嬉しい。はい、終了。ちょっと、どこボタンじゃない。おいや、俺はやっぱり、こう、進化っていう面でね、足りないもの、このプラソニカに足りないものちょっと俺連れてくるから。厳しいね。ないものを鍛え上げるじゃん。鍛え上げるね。こんだけ厳しいからね。鍛えしといて。いいの持ってきてくれでしょ。はーい。時代はこの子ですよ。ダメだ、なんかもう勝てないわ。さやかちゃんでーす。なんいい意味でカメラ回ったらめっちゃあざといみたいな。18歳大学1年生シンガーソングライターの上さやこと上村さやかです。よろしくお願いします。プラソニカ以前から知ってたんですか。あ、もちろんもちろん知ってます。あの流量単立流量ダメかもしれない。一番良かったカバー何。一番良かったカバー、まあ、最新だと本当みんなも言ってたけど、あの風のやつね。風にかかる。見てねえだろ。にわかじゃないですか。何言ってんだろう。再生数高いやつ。愛欲とかあるよ。
お前喋るんだ。カットしてくれるから。お前喋るんだ。最後が言うかなと思って。一番好きな動画は奈良タージュですね。結構最近。そうね。あと映画も見た直後ぐらいにYouTube 見て、なおさら良きって感じ。良き。ブラスニーカーがどう変わるか言ってって。スタート。はい。今回ブラスニーカー加入させていただきまして、私が入ったらですね、微力ながらこうもっと元気に明るく盛り上げることに努めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。あと10秒。あと10秒。いいよ。10秒つないでるわ。チェイちゃんチェイちゃんチェイちゃん、はい、終了。やらされちゃったよ。やらせてする。チェイちゃんもういい人がいる。そう、私もいい人いるから大丈夫。そう、ね、いや、信頼して、私を信頼信頼絶対なさい。え、どこに人間だよね。はーい、はーなつみさんです。そうだよね、結構みんな知ってるよ。そうだよね、そんな有名キャラ。なんでそんな顔広いんですか。先輩しょ、先輩。そうだよ、なんか歌がバリうまいの。そう、バリバリまんじゅうのがずっとなっちゃん、それで連れてきました。いや、すごいやん。理由浅い。自己紹介、自己紹介。20歳のシンガーソングライターをしてます、夏美です。よろしくお願いします。なぜ彼女を連れてきたんですか。なっちゃん、ツイッターとかでしょっちゅう結構いろんな動画を上げてて、そう、でもなんかゆいとかさ、あと、ね、全部見てる。この人よく見てるよね。人のツイッターよく見てる、この人。最近結構ね、いっぱい上げ始めてる。英語の発音超いいよ。そうなの、そうなの、めっちゃいいの。そう、あ、だってどちらかですか。在留されたご経験が、いやいや、ずっと日本で生まれ、日本の育ち、東京生まれ、東京育ち。超かっこいいよね。そうそうそう、それは言うて、僕はでも海外行ったりとか滞在はないですけど、まあまあまあ、海外行ったりとかはします。アンドかい。取られた。在留はしない、在留取られた。旅行で行くの。旅行で、あ、なんか割と一人でアメリカ行ってきて。なんか全然、なんか向こうに友達とかもちらほらいて、なんかちょっと行くから向こうへ来てくんないみたいに言って、行ったりとかしてね。そうそうそう、いいな、そういうの。ちょっと渋谷歩いてたら大体誰か。ちょっとね、チャンネル、なっちゃんねるって配信をチャンネル全部でしょ、なっちゃんねる統一してるんですけど、なんかチャンネル名でね、呼ばれるね、さっきね、呼びやすくって、そっちの方が。で、だから渋谷にね、歩いてたら大体友達 2,3 人は会うって。すげえな。会いますよ。すげえな。すごい、それくらいの顔で。闇。じゃあスローガンっていうかね、スローガン、プレゼンタイム、プレゼンタイム、スタート。プラソニカってちょっと最近女の子は若いなと思うので、ちょっと取りまとめ系な女子が一人必要かなと思って、このわちゃわちゃをこうギュッと統括に途中加入しに来ました。私が入ったら英語の曲とかいろんなね、私ちょっと韓国語も勉強してるんですけど、さまざまなちょっと曲の幅を広げられたらなと思ってます。はい、終了。どうしようかな。迷いがあるの。待って、ちょっと迷いがあるものを提供しないで。いや、でも今のプラソニカには本当に一番ぐらいいいと思います。持ち上げるね。持ち上げる。失礼します。はい。21歳大学生。東京都在住、上野です。よろしくお願いします。上野くん、よろしくお願いします。ほら、じゃ
回ちょっと正座してもらっていいですか。この大変お世話になります。よろしくお願いします。厳しくなったな。厳しくなった。面接したくなっちゃうよ。よろしくお願いします。てなわけで、はい、私のおすすめは、ちょっと待って、飛行士うるさい、飛行士うるさい。みんな大好き、上野くんです。よっ、よろしくお願いします。まあ一応どちら様ですかってところで、21歳大学生あれでしょ。違うでしょ。あお、な、忘れてんなお前。大体の感じ。1ヶ月半配信を休んでおきました。皆様ご機嫌いかがでしょうか。上野正明でございます。今後ともよろしくお願いいたします。ね、あの、まあ、なんて言ったってあんまり喋らないじゃないですか、プラソニカのみんな。プライオリで、あの、なんか下ではうるさいけど回すと静かっていうタイプ。ちえちゃんちえちゃんで、あの、上野くんはもうね、この顔からわかる喋りの上手さというん、顔からわかる、顔からわかる。ちょっと男性陣やっぱ少ない。あ、確かにね、それね、うん、で、あとギターがうまい、上手、うん、上手、そう、ね、参加した曲でも分かると思うんですけど、本当すごいいいです。上野くん、今のところ歌について何も触れる。そうですね、僕もあまり触れてほしくはないので。歌に自信なし。あの、ポテンシャルは高いし、うん、そのやっぱりね、な、はい、な、手なずけてるんですか。年上だよ、年上ですか。上野くんのおしゃべりはどこで鍛えたの。僕ですか、うん、あの、ずっと独り言です。怖っ。家で喋ってるみたい。家とか電車の中とかずっと。怖い、電車の中やばい。大丈夫、なんかラジオ聞いてたとか。ラジオがすごい好きで、中学高校の頃はもうラジオがお友達だったので。何が好きで。あ、僕、ナインティナインさんのオールナイトニッポン、あ、もうずっと聞いてて、ね、はがき職人とかもやらさせていただいてたんですけども。そういうので、ちょっと、ま、あの、あんまり友達も少なかったもんで、でラジオ聞いて、そのラジオと、あの、お話しさせていただくっていう。ラジオ。あ、なるほど。はい。まあ、でも今やっぱりこう、いろいろ紹介してもらったけど、上野くん自身がやっぱりこう、結構ヘコヘコするタイプだから、うん、強みを持ってさ、なんかこう聞きたい、聞きたいよね、うん、なんかこう、僕これちょっとおとなしく聞いてたけど、俺すげえんだぞと。バカにすんなよってところさ。このグループ、なんでその目の前。ない、そんなないっていう目にすんなよ。ある意味その、いや、僕がプラソニカに入ったからにはみたいなところに通じると思うんですけど。あるよ。プラソニカさんにお世話になるんで、朝。公約タイムですね、公約を。30秒ですよ。はい、私がこん入ったら、このグループは進化すると。どうぞ。就活生でございますので、プラソニカの御社のところですね、入らさせていただきまして、あの、何でもやりますし、歌はちょっと歌いませんけれども、パンとかも買いますし、あの、飲み物とかなんか言っていただければ、収録とか多分イラつくこともあると思うので、殴っていただいて、いろいろ、ストレスも発散していただいて、よろしくお願いします。なんかハンドバッグだ。これだよね、プラソニカに欲しかったのね。サンドバッグは欲しかった。すごい、なんか僕歌う気で来たんですけど、なんかあんまり歌わないでくださいって、そんなこと言われるんだと思う。ここぞという時に。あ、まだ必殺技だよ。そう、まだ聞かせてない。ここぞという時に、ね、ミルキーボイスを取っといて。ミルキーボイス、シルキーじゃなくて。ミルキーなの。かわいいよ、幸せな感じが。増えましたね、随分と。新生プラソニカです。いや、ここいない人も、あと全員で大丈夫ですか。要はミクちゃんと元美リラちゃんと、リラちゃんすごい増えましたね。ソファもう一個買いません。買いません。なんか色がいい感じに分かれてますね。ちっちゃいバッグ、リアードみたいですね。じゃあリーダーからこれからメンバー追加されて、そうか、こう変わっていきます。リーダー、私もう降りました。もう譲るの。じゃあ新リーダー上野くん。入ってすぐリーダー。歌わないのに。プラソニカをご視聴の皆様、いつも本当にありがとうございます。この度
フランクフルトを焼いているところから突然リーダーになりました上野正明と申します。ありがとうございます。特にこれといってやることはございませんが一生懸命毎週金曜日にカバー動画を出してこんな明るい感じの企画をいっぱい撮っていっぱい皆さんに笑顔を届けてまいりたいと思いますが皆様いかがでしょうか。そんなこんなでございましてプラソニックも一生懸命頑張ってまいりますので2018年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。素晴らしい、はい、ちょっと噛んでましたよね。噛みはあんま良くないよね。命に関わるぐらい水が欲しいですね。